パチパチと飛んでます。紅アスパラガスと鉄板焼き、ゆきちゃんが買ってくれました。羊の血のみ子。こちらは子羊、日本でいうラムです。こちらは血のみ子です。ラマンチャのクリアンダです。お漬物です。よし、とりあえず。はい。ね、おじさん、乾杯。うん？まあいいよ。この辺の角度から取れへんねんよ。うん、じゃあね、うん。骨でガリッとやらないよね。熱々入れてくださいって押す。冷めたら面白くない。最初それ胡椒してないけどね。次に胡椒してみてね。なんかまあ、特に昔の人はみんなマトンのね味になんかやっぱ印象が強く残ってるみたいで、羊っていうと臭いと思ってる人が多いみたいだけど、この血のみ子の肉で何も臭みないんだよね。血のみ子を食べ終えて、今度は子羊ですね。だいぶとお肉がしっかりと落ちてきました。でも子羊でも全然臭みはないです。断崖となりつつあります。ヤギのチーズです。淡いのにな。